はい、今日は杉林のね中のね、水バレね、水の滴る場所へね来て、どんな苔があるかね、紹介したいと思います。はい、もう早速ありますね。このグリーンの綺麗なね苔ですけどね、これはね鶴ちょうちん苔ですね。ちょっと待てよ、これは小壺苔かな。はい、この辺はねもうすべて、これはね、はい、これも小壺苔ですね。この小壺苔もですね、本当にこのグリーンがね綺麗なね、葉っぱがこう透き通るような感じでね、とっても綺麗なね苔ですね。この苔もねテラリウムでとってもね人気ありますね。はい、この辺は、はい、シノブゴケですね。これはねシノブゴケはね、あの苔界ではとっても苔玉とかにねよく使われたりしてね、まあ、定番の苔っていう感じかな。はい、これがねシノブゴケですね。大きさはねこのぐらいですね。もう少しね大きくなるタイプもありますけどね。あ、こちらがねちょっと大きいですね。あ、本シノブですね。結構ね大きさ的にもね、なんか新芽のようなものがありますね。はい、これがねシノブゴケですね。はい、やはりこれはね新芽ですね。シノブゴケのねこう脇からね茎のね新しい芽がこう生えてきてますね。この辺もねそうですよね。なんかすごい大群生ですね、ずっとね。はい、この辺はね先ほどのシノブゴケと小壺ゴケがね群生、共生ですね、共生してます。この辺もねこれそうですよね、やっぱり先ほどのね下にねシノブゴケがありますからね、その新芽ですねこれね。見事にこうねニョキニョキと上の方にね生えてますね。はい、この辺はこうね林道なんですけどね、林道のこうね、脇からこう水がね滴っていますね。なのでこの辺だけね水のあるところはねすごいですね、群生がね。なんかジャングルにあるようなシダが、大きなシダがありますね。はい、この水はどこから染み出してるのかね、ちょっとここら辺から、これはどこから染み出てるのかちょっとね分かりませんけどね。あ、この壁にはねこれは鳳凰桶かな。結構この壁にもね一面についてますね。やっぱりこうね湿気が多いですからね、水のそばはね。はい、この辺はねこれは鳳凰桶だと思いますね。そこにですね先ほどの小壺桶とね、この苔はね判別が難しいですね。あとこのねあのちょっとねビロビロっとしたこのね苔は、これは蛇苔ですね。これもね新しいこれ新芽が出てきてますね。この蛇苔はねテラリウムではあんまりね使うことはないですけどね、まあでも使って、ダメってことではないのでね、使ってみるのも面白いかなと思います。はい、これはね多分ね猫の目草か東大武草かどっちかですね。はい、この辺のねこれはあの上場味草ですね。あの水っていうね山菜よく利用されますよね。これまだ小さいですけどね、
もう少し大きくなるんですけどね。はい、この辺もジャングルのようにね、シダがね、わんさかとね生えてますね。